しようよ。はい、エルカチャンネルのショーです。またマックです。行ってきました。ちょっと待って、これよいしょ。あれを買ってきましたよ。これです。いろいろ買ったんですけど、まあスパイシーチキンを買ってきました。ちょっと色を見てみ、お、赤いよ、赤い、ほら赤い、わかる？通常のやつがちょっと今ないんで何とも言えないですけど、まあこの辺りにでも貼っときます。赤いかと思います。で、ソースどれにしますかって言われてちょっと聞き取りにくかったので、ついマシマシスパイシーソースを頼んでしまいました。さあどうなんでしょうか。通常のでさえどんなもんかがちょっとわからないのに、これはどう足したらやばいんじゃないかな。まあちょっと食べていきたいと思います。はい、じゃあ食べていきたいと思います。一応これは、どうだろう、飲まないようにはしたいけど頑張ります。いやー、よくヒカキンさんとかのやつでこういうのがあってですね、どうだろう、結構みんなあれやっぱ牛乳がいいのかな、どうかちょっとわかんないけど。さあ、ですね、まず蓋を開けた時の上見てください。辛さで形容されないようにご注意くださいなんて書いてあるんですよ。この時点でそれが書いてあるんですよ。これどうしよう、かけない方がいいかな。まあいいや、ちょっと食べていきましょう。まずは何もつけずに食べてみたいと思います。いただきます。多少辛さはちょっと、まあ確かに辛いのは辛いですね。でもまだ我慢できない辛さじゃないかな。多分ね、これね、多分じわーっと汗が出てくるパターンかとね。これだったらどうだろう、これつけてもそんな大したことないんじゃない。よし、なら、あと残り4つはこれつけていきますよ。なんだ、何が辛さマシマシだ。ほら、見て、色。なんかマスタードみたいな感じだよ。匂いもそこまで、ツンとはするけど、その辛さの匂いは感じないけどね。ちょっとこのソースだけ舐めてみようかな。さっき言ったことはもう訂正します。ソース辛い。あ、これ傷口についたらやばいやつじゃないかな。まあ有名なね、いろんな辛いやつあるけど、まあそれに比べたらっていうのはねあるんだろうけど、これなんだろう、なんこの辛さなんだっけ、わかんない。なんかね、今頭何もよ回らなくなってきた。じゃあつけましたんで食べてみたいと思います。あ、でもナゲットにつけて食べたら辛さが半減したよ。なんでだろう、喉とか通る、なんか食べた後のその辛いやつは残ってるけど、さっきのソースだけ食べた時よりも全然。
あ、辛いけど美味しい。うん。レンチャンで食べちゃうやっぱダメ、ごめんごめん、レンチャンで食べたら俺が我慢しようって我慢できるあれを優に超えてくる。あ、汗出てきたわ、どうしよう。まあぼちぼち食おう、うん、まあそういうことで頑張って食べます、頑張って食べます。これ飲まないよ、もう絶対。これこのソース分かりましたよ。何の味が例えやすいかなっていうのがずっと頭によぎってたんですけど、黄色いたくあんが頭に最初によぎっちゃって全然話にならなかったら、やっと分かりました。あれ、キムチの味がする。なんだろう、いろいろ混ぜてやるんだろうけど、一番分かりやすい味はキムチだった。まあそれだけなんだけどね。じゃあそういうことで、それでは。